世界で一番面白い人生ガイド元井多京の YouTube 動画でございますということで、えっと、今日はですね実はあのー、以前からというよりも 私の YouTube は11年前から始めているんですがまああの始めたかった最大の理由はですね実は11年後の本日 YouTube としてアップロードするわけなんですけれども皆さんは言うまでもなく小学校中学校高校あるいは大学短大専門学校に行かれたわけなんですけれどもその中でやはりあの僕の好きな先生 がいたと思うんですよまあ逆に嫌いな先生もいらっしゃったかと思いますけれども今日は私が卒業したそこ金久中学校なんですけれども金久中学校で有名っていうか、まあ、名物先生が何人もいらっしゃったわけなんですけれどもその中で。 代表的な先生をご紹介いたします。えー、古木宏和先生です。もう今ね、ちょっとね、なんか体力がないみたいで、もう年齢的にはもう80歳ぐらいじゃないかと思います。で、えっと、懐かしい方もいらっしゃるかと思いますので、先生の直筆。これ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 、こんな字です。 はいえー、とピントがあってはいると思いますけれども、えーとですね、これは昭和46年度の私の通知表で、えー、ございます、まああのー。大した頭はありません、はい、ほとんどもう、えー、3年間の平均が中の356人中240番ぐらい、まあ、そんな感じですかね。はい でまあえー、とこれ特質のところは、まあ、体育保健体育で2学期に5を取ったというのが、まあ、私の名誉かなという感じでは、えー、あります。それからもうちょっといきましょうかね、あのーまあえー、と1学期2学期3学期、まあ、先生の、まああのー、各生徒に対しての、まあ、総評といいますかね、えー「君はこうだったああだった」という,うことがあるわけなんですけども、まあ、大体もこんな感じで。 で先生の字あのちょっとね独特なのでねあの独特っていうか分かりやすい独特の字っていいますかね、まあ、こんな感じで、えー、あるわけなんですけれども、まあ、あの先生に、えー、教えられた、えー、私は金ね中学校18回卒なんですけれども、えー、1個上の17回卒それから1個下の19回卒のお皆さんはあ分かるかと思います。まあ16 今回から上はちょっとよく分かりませんが、まあ、私の記憶の中では、えー、と3年間は科学中学校で国語の先生それから美術も持っていました、はい、まあそういう先生で、えー、空手が確か2段か3段ぐらいですね。で、えー、この先生がですねあのー、非常にその。 ににとって非常に大きなな影響を与えた先生なんですねであのなんどういう影響を与えたかと言いますと、えっと、道徳の時間がありましてその中で、えーまあ一言で言いますと、えー、この世の中すべてのことをですね、えー、私たちは中学校1年生の時に、えー、教えてもらったということなんです。えー 右か左かっていうと、左側、皆さんから見て、左側で、えー、日教祖に入っていた先生だったんですね。まあ、道徳の時間の中では、えー、例えば天皇陛下のこととか、で、今思えばですね、フリーメイソンの話だったんじゃないかとかですね、それから天皇陛下の、あの、菊の御文がありますね、あれ確か16枚だったと思いますが、まあ、 あの「16枚に意味がある」とか「ですねそんなこと言われても中学1年生には分かりません」とかですね、まあ、あるんですけれどもあと「呪い」とかですね、まあ、あの私のホームページに書いてありますので興味のある方はちょっとあのリンクあの概要欄にしておきますので読んでいただければというふうに、えー、思います。 で、あのー、まあ、あのー、まあ、ここに改めて古き広が和と漢字で書いておきますけれども、やはり、あのー、私たちの の時には9クラスありましてその中で私が1年生の時は7組それから私が2年生の時は多分5組隣の教室だったので5組ではないかと思いますけれどもその中で40名ちょっとの生徒が古木先生に教えていただいたわけなんですけれども。 残念なことに旧クラスある中でやはり一クラスの担任であったということとそれから国語それと美術を受け持っていましたので他のクラスの人にも教えていたのかどうかちょっと定かではありませんけれども私の同窓生に聞くと古木先生に教えていたのか られたことは、えー、ないということととはなないいうんですね、えー、私たちが3年生の時に、えー、私の記憶では指宿中学校に移動したらしいんですけれども、えー、私たちが、えー、中学校1年生そして2年生の時まではあ先生は、えー、金久中学校に在籍していたわけなんですけれども、えー、これは後々分かる話なんですけれども先生の話の中で。 僕は、あの、要するに大学を卒業してから、今でもどこの大学かわかりませんが、大学を卒業して、他の仕事をしてから教員になったというようなことが非常にその頭の中に残っていまして、で、問題はですね、今日、あの、大学を卒業して、私はですね、ずっとですね、えー、と、十数年前まで、 えー、例えばど,どっかの会社に勤めていたというふうに思っていたんですが、えー、同僚の先輩の園弘明先生から聞いたところによると大学を卒業してですねなんかお坊さんの学校といいますかお坊さんの免許も持っていたらしいんですね。でそのその弘明先生が言うには、えー 僕も彼に、えー、教えられたことが、まあ、たくさんあるよというようなことをおっしゃっていました。で簡単に言うとどういう養子の先生だったかというとえー、と今とはちょっと違いますけどちょっと若い頃の竹中直人さんみたいな感じの先生だったんですね。えー、とスポーツ狩りで、えー ああのまあ、空手をやっていましたのであの非常にその動きもですね、えー、なんか無駄がないというような感じの先生でした。それであの国語の先生でした。それであの 話は飛び飛びきます。はい。で、国語の先生で、必ずこう、プリントをですね、えー、みんなに、えー、配って、えー、それは私は全然、あの、持っていません。私の、お同級生の中には、すべて持っているという、えー、 方がいましたけれどもあの持っていたら本当にいい宝,に宝物になったんじゃないかと思いますけれども必ず授業の時にはそのプリントを渡してそれでその要するに授業を始めていくということですね。で記憶にあるのはそのプリントの中に多分書かれていたと思いますけれども、まあ、当然漢字の書き取りであるとか、まあ、この漢字をどう読むかとかいうこともありましたけれども「未然連用終始連帯家庭命令」ということが非常にこう頭う頭 の中に記憶の中にあるんですけれども一体それが何なのかというのはが分かり始めたのが多分1 0年前ぐらいだったんじゃないかというふうに思います。で私は先ほど言いましたように356名ぐらいの中の、えー、と240番目ぐらいでしたから240番目ぐらいでしたから中の芸になっているわけなんですけれども。 要するになんで成績が悪いかというと、まあ、理由が当然あるわけなんですけれども私が小学校6年生から新聞配達をしていまして中学1年生になった時はもう金持ちになりたいと思ってもいたわけですね。でその金持ちになるためには勉強は必要ないとともかく毎日働いて稼げばいいということで。 で今中学校1年生だったとしたときに今も5月の末なんですけれども,もう毎月1万以上のお金をもらっていましたので今のお金に換算すると2万円から3万円ぐらいのお貨幣価値だというふうに思いますであ違う違う違うそうかなそれでいいのかなうん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 あもうすでに今の段階で2年生になってるのかな、うん、あれ 小学校六年生。そう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 今そうですねはい。えー えとこの前までは小学校6年生で今は5月だから中学校1年生になって4月5月で中学1年生の2か月がそろそろ終わるかなということですね。はいはいはい、でそれで、えー、と私はその古木先生を知ったのは小学校6年生の時だったんですけれども一級先輩のもう亡くなりましたけれども近所にいた海老原万吉さんが、えー「お前も来年は」 その中学生になるからまあそこ中学校になるからえ行こうやって行ったんですけど私怖くてですねいやもうそんな小学生が行ってもらっつったら「いやいやいいからいいから」っつって半分無理やり連れて行かれたわけなんですよ。で今円形校舎も全部あの古いということで解体してあのさら地になって駐車場になっているんですけれどもその。 円形校舎の向かって右側いわゆる海側海方立ち上側の円形の校舎に連れて行かれてそしたらそのびっくりしたのが56人はいたと思うんですよ。それも、ね、中学生じゃない人 いたんですねでその古木先生何をしていたかっていうと私その最初その空手着を着てですねそれでその当時ね緑色で T 字の線を引いてあったんです緑色でちょっと分かりづらいとこうこうですかね緑色で T 字の線引いてあってですねで私とその海老原万吉さんが一緒に行ってですねでこう見た時にその相手もですね その空手を着着をているわけなんで,すよで、えー、その T の字になっていたその緑色の線の上にですね、えー、立ってその高校生らしき人とこう本当にもう打ち込みやってるんですよ。蹴りはなかったと思いますけれどももう手でまあやっていたわけなんですけれどもそしたら私をパッと見ましてね要するにあのー、お前その。 緑色の線を目を閉じて歩けとか私に突然言うわけですよ。で、私、小学生ですし、もうビビっていますので、目の前で空手やっていますので、何なのかわかりませんので、目を閉じてですね、こう歩いていったら、まあ右か左か忘れましたけれども、まあ当然ずれるわけなんですね。で、その選手とが、この空手着を着て、私にアーダーコだ言行った人が古木先生とはもうわかんないわけですよ。 で歩きました、まあその辺りの記憶はほとんどないところもあるんですけど見たらですね私が小学校6年生の時になぜ小学校にこう向こう側がなぜ小学校なんですけど通っていた時にあの下校の途中ですねもうその辺りでその古木先生を3回ぐらい見ているんですよ。 この腰に手ぬぐいぶら下げてですね「釜萢弘の歌」じゃないけれどもで下げてですねであの単行本なんかねあの読みながら歩いてるんですよこうやってねこうやって読んでる先生がいるわけですよその裏道をうん歩いてる先生がいるわけですよ。で小学生ながらにその私はこの先にあの 当時亀井建設亀井建設かなあったもんですからその従業員かなぐらい思っててで、まあ、小学生ですから、まあ、全くわかりませんからまさか先生だなんてこれっぽっちも思ってないわけなんですけれどもでそれで3回ぐらい見ていてでその円形校舎に上がりました、えー、見ました、えーまあ、要するにお前その緑の線歩け目落として歩けとか言われたで改めて見るとあ ここの人が古木先生なんだとということで、えー、もう感動感激しまして、えー、その日の多分、えー、夕方ぐらいから母親に「僕は古木先生の組になりたい古木先生のクラスになりたい」とずっと言い続けていたらしいんですが言った本人は全く記憶がないんだけれども母親はもう 親ながらそんなこと言われてもね何の力もないしねええいくつだ当時30いくつぐらいの母親がですねそんなよそ者の母親が権力も地位も名誉もあるわけではないので困ったなということは後々話をしたことがあるんですけれどもまあ運よく あのー、今日はあのー、中学校の入学式だということでもう兼六中学校の校庭と体育館すぐそこにあるわけなんですけれども学ランを着てそれからもうもう母ちゃん見たらずんぐりむっくりで着物が似合わないなっていう感じの母親と一緒に行ったわけなんですけれども当時9ク,クラスありましたので、まあ、体育館のこちら入り口側から9クラス。 987654321ということで貼り紙がされていましてねで9クラスからこうずっと見ていったわけなんですけれども、えー、9クラスにない8クラスにないとして、えー、7, 7クラス、えー、7組になった時に、まあ、女性から始まるわけなんですけれどもで次男性が始まるわけ、ね、僕らから始まるわけですけれどもであ僕は7組なんだということがまず一つで今度は担任の先生が書いてありますのでパッと見た時に。 古き広広もう広かずは分かんないですよ古きって書いただけでもう俺は良かったと思って、まあ、1年間、あのー、過ごしたわけなんですね。とっても面白くて、まあ、これを私が作家だったら本当にもう、あのー、みんなを、ね、取材して、えー、一冊の小説にしたら何とか賞でももらえたんじゃないかなというふうに、えー、思った11年前ぐらいだったんですけれどもそれを YouTube にして発信していけばよかったなというのが、まあ、ちょっとこう 今回はしているわけなんですねでこの動画を見ている皆さんの中でまああのー、中学校の先生でしたので、えー、当然金久中学校指宿中学校で途中からですねえっと私が30代前半ぐらいの時に高校の先生になったということでたまたまあのー 電話番号が分かりまして、たまたま先生に電話した先生がいらっしゃって話をしたときに、なんで先生は中学校からその高校の先生になったんですかって聞いたら、僕は、給食が嫌いなんだよって言われまして、ああ、そうなんだというふうに思ったわけなんですけれども、でそう言われた瞬間に思い出したのが、 その中学1年生の時にまあ給食が出たわけなんですね。でカレーだったんですよ。でご存知のようにカレーといったらスプーンなわけですね。そしたらですねそのたまたま先生のためだけにスプーンがなかったんですよ。そしたら女の子がと綺麗にね誰だったんだろうもう記憶なんですけど結構頭下げてですね「先生ごめんなさい先生のためスプーンがない」と。 で今から取りに行きますって彼女が言ったそしたら普通の先生はですよ普通の先生は「あごめんなさいね悪いけど取ってきてくださいね」っていうのが普通の先生なんですよまあ変わり者の先生は違ういいのよインド人は手で食べるからね 私、ちょうどその頃も視力が急激に悪くなりまして、一番後ろにいたのが一番前になったのが記憶があるんですよ。で、このですね、暑いわけですよ。ご飯も暑ければ、そのカレーも暑いわけですよ。それをですね、ははっ食べるわけですよ。もう馬鹿じゃないのと。その、いつも冗談ばっかり、 言っている先生だったものですから、私はインド人がカレーを手で食べるなんて思ってないわけですよ。だって日本人スプーンで食べてますから。これをこうで食べるんですよ。で途中ちょっとわからなくなったんですけども、それでいつの間にかいなくなりまして、で先生いつの間にかいなくなってどこ行ったかというとそのちょっと正式なあの。 日は忘れましお墓みたいな,なんか記念碑みたいなのがあるんですけどその円形校舎の上のところにねあるんですけどそこのところに座って何してたかってスミレスミレをピッと引っこ抜いて土を払って食べてるわけですよそしたら僕ら給食が終わりましてね外に出て遊ぼうとしたら先生がいるのでまあそんなことやってるわけですよ そしたら、これがね、一級先輩か二級先輩か忘れましたけど、女の子がですね、まあ、まあ先輩がですね、先生、美味しいですかって聞くわけよその、その墨根をこう、食べてる先生、まあ食べ,食べてる途中が終わってから、うん、美味しいよ。君も食べなさい。とかって真剣な目で言っているわけ。おかしくてですね、でそうい そたことがその昔の思い出がパッとこう一致しましてね合致しましてねあ先生本当に給食が嫌いだったんだというふうに、えー、思いましてあのー、も,うもう多分笑ったんじゃないかというふうに思います。ですからその先生の話を本当に小説なんかにして書いたらもう。 ベストセラーは間違いないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、さっき言いましたように、私が小説志望でもないし、頭も悪いし、文章力も全然ないから、書きようもないから、まあ、11年前ぐらいから、ずっとこの YouTube で、えー、いろんなネタをね、 バンバンぶち上げたら結構あのチャンネル登録者数も増えたのではないかというふうに思います。まああの思い出したらあのバンバンぶち上げますけれどもまああのその前にあの 金木中学校物語ということで私の中学校1年生から3年生までの間のことを書いたこともありますのでリンクしておきますので、まあ、興味のある方、えー、私の同窓生一級後輩あるいは一級先輩の皆さんがあのー ご覧いただいて、まあ、いろんな思い出があれば書き込みをしていただくなり運が良ければ、まあ、ちょっとお暇ならこう拡散してこういただければというふうに思います。あの冒頭にも申しましたように本当に私たちは、えー、古木先生のおかげで中学1年生でこの世の中の全部といっても本当に過言ではないその世の中というものを教えていただいたことによって。 あのまともな大人になったんじゃないかなというふうに思います。もう一人まあ、名前は言いませんけど、もう一人の同窓生も。 僕たちがまともな大人になったのは古木先生のおかげだよねということであのしみじみ言っていましたし私もそう思いますし、えー、古木先生に受け持たれたほぼ全員があのそういったふうに思います。ただをけしますけどお 女子の、ね、皆さんはなどういうふうに受け止めたかわかりませんけれども、えー、とあとあと1年生とそれから3年生の時に同じクラスになった女の子が、えー、同窓会の時に、えー、と60の同窓会だったかないくつかの同窓会の時にあのの時に。 池野先生にもうあの古木先生はあのまあ異常だったみたいな言い方をしていましたけれども、やはりまああの受け止め方によってですね、全然その人の評価というのは大なり小なり変わってくる場合があると思います。えっと教え男子男性の教員ですので、男を受けする場合、女性にあまり受けない場合もあります。まあそういったことでどういった先生が自分によく 自分に悪くてどういった先生があ自分にいい影響悪い影響を与えたということは、えー、皆さんの人生でも大なり小なり大きな影響を受けて、えー、我々はこう成長してきたわけなんですけれどもお、まあ、私の同窓生もう一人に言わせるとお私は父親がいなくて育ったものですからその古木先生は私にとっては親父なんだと。 と言われましたねで彼に聞いたら教えられたことはないということでしたえっ、ー、と非常にですねあのー、まあ面白いという一括りがやっぱり一番良かったかなというふうに思いますまああのその中であのー、まあ忘れない記憶っていうのはもうそのあの私のホームページには書いてはあるんですけれどもあ 僕ら全員、女性も含めて女子生徒も含めて左,左手で叩かれたんですけれどもあのホームルームの時に、あのー、僕は君たちを叩かなければいけないとで理由はちょっと忘れたんですけれども全員立たせてですねあの左手でみんな一発ずつ叩かれたんです女,女,女子もですよ。でですね叩く前にこう言いました。 感情で叩くと怪我をさせるから僕は笑いながら叩くからねとか言うわけですよ。で一人一人立たせてですね歯を食いしばってですね私はですよ、ね、叩かれたわけです。 ただ、私が先頭じゃなかったんですよ。私のね、左側の列から行ったというより、左がその次の列ぐらいから叩かれたという記憶をしてるんですけども、4番目ぐらいですかね、叩かれたらですね、倒れたやつがいるんですよ。今も亡くなってるんですけど、細身のとこで。バーンと言ってるんじゃないですか。同じ、同じ強さで叩いているのに、まあ、 踏ん張り方が悪かったのかどうか分かりませんけれども倒れたんですよで彼だけです彼一人だけです叩かれたのははいその時に私後からふと気が付いたのは女はしぶとい。基本的に男よりも女が弱いので女が吹っ飛ぶはずなんだけど 女子は一人たりとも吹っ飛んでない実は2年生の時にも同じことをやったそうです聞いたら男が倒れた吹っ飛んだっていうかまあ倒れたけれども女子は一人も倒れていないっていうんです力を抜いたかどうかは分かりませんけれども男だから強く女だから弱くっていう人じゃないもんですから私は私たちは 叩かれた私たちはこうニヤニヤしながらこう叩くんですよかなりの恐怖心がありますまだ感情的に「えめえこんな野郎」っつって叩かれた方がまだ精神的には楽ですけれどもニヤニヤしながら叩かれます叩かれました私が 20代になりまして奄美大島で10私が18歳の時に「えー、っと愛は地球を救う」の時からあの民放が始まったんですけれども私が20代の時に日本テレビのスター誕生の時にその竹中直人さんが出てきたんですけれども「笑いながら怒る」という芸をやったんです。 性格、えっと、ではないんですけれども、なんでなんでバカ野郎っその、笑いながらその怒るっていう、その、えー、ことがですね、非常にその、腹筋力であるとか、あのー、表現力であるとかって、すっごくその、相反する行動を一緒にやるわけなんですね。その芸を見た瞬間、あこの人出世すると思ったんです。なぜか。それから10年前に、私たちは、ニヤニヤしながら叩かれてるから。 それが一瞬で被ってきたんですねその一つ一つのことをですね説明しながら私たちにいろんなことを教えてくれたんですね当時でも問題今なんかもっと問題ですよ 私たちが生きているというよりも成長していく段階で父親や母親や特に担任の先生たちが子どもたちに何を教えていくのか64歳になって年をだんだん取ってきたわけなんですけれども。 何か人間関係であるとかものの考え方であるとか本を読むとか私が何度も言うように自分の人生の棚卸し自分の悩みは過去に聞けばいいし書いてみればいいわけなんですけれど何が大事かっていうと今言いましたようにその自分の悩み事って というのは自分の過去に聞く人生の棚卸を書いて過去を読んでいただければ分かるところがかなりあると思うんですよところが過去のことを思い出すという記憶を思い出すことによって中学1年生になれるわけなんですね。 その中学1年生になった時にその古木先生が何を言ったかっていうのは全てその記憶にあるわけではないし僕たちがその中学生から徐々にこう大人になっていくその階段を上っていく過程の中で先生は何を僕たちに教えたいのか。 ということを思い出すことが一つの自分の勉強にもなってきたわけなんですね不幸にして結婚もしていないし子供もいませんけれどももしいたら子供にいろんな教育が教育ができたというふうに思っておりますそういった点では本当にこう独身である、えー、子供がいないという点ではその、えー、子供と向き合うということが全くなかったものですから非常に残念な人生だというふうに思っています で私たちはいろんな学校の先生ですね小中高あるいは自動車学校の先生であるとか例えば皆さんがファッション系であればそのファッション系の専門学校の先生であるとかあるいは、えー、と自分以外はもうあくまでも師ですよね先生というくくりもできるかと思いますけれどもやはり極端に面白くて極端な 世界を見せられてそしてこう自分がこう育っていくという,こう階段を登ってきたわけなんですけれどもそこでどういうふうにその自分自身が成長していくのかというふうに考えた時に改めてそのいわゆる私の場合でしたら金久中学校の1年生。 の時に、えー、古木先生にいろいろ教えてきてもらったことが64歳になっても生きている。ましてや、卒業した中学校がそこにあって、家に金久中学校があるのか、金久中学校に自宅があるのかわからないこう人生を 今もやっているわけなんですけれどもそれがあるだけでも私は幸せな人生かなというふうに考えるとなんか頭の中がね毎日ハッピーハッピーで一日がハッピーエンドでこう終わる人生ということですっごくあの母親にも感謝していますしまあここの,の人じゃないものですから。 えー、幸せですしそれから、あのー、いろんな人にもいろんな伝え方の表現もその古木先生から、えー、教えてもらったことをこう土台としてですね、えー、この YouTube 動画を撮ったりしているのはもう確かなんですね。ですから、えー、皆さんの中にもその古木先生 の影響で教員になっった方もいいらししゃいますしあるいはもともと教員の方もその古木先生のエピソードを知りたいっていう方がいらっしゃったのでこういう話って言ったら意外とこう受けるわけですよねああなるほどなるほどあの先生だったらやりそうだとかねそういうふうに、うんえー、感じる受け止める、えー、同業者の方々もおいらっしゃった。 わけなんですよね。はい。まあそういうことで。えー これからも古木先生の話は続くと思いますけれども、えー、金ネ中学校の私が知ってる範囲内では18回卒それから下は19回上は17回卒のお何名だ約1000名の皆さんに、えー、面白い面白いと言って喜んでもらえればありがたい動画でございました次回の動画まで世界中の良い子の皆さんごきげんようさようならありがとうございました